こんにちは、セナスケです。今回は、ああ、やっぱりあんまり声がね、出ないんですね。えっと、今回はですね、最近、私が、えー、体調不良で、生配信がね、あんまりできてないということについてちょっとね、お話しさせていただこうと思います。えー、前にね、えっ、ー、と、言っても3日前に、 生配信久々にしたんですけど、その中ではね、こういうふうに体調崩しちゃってるんだっていうことを見てくださった方々にね、お伝えさせていただきましたが、えー、見てないよって方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、この動画で体調不良についてお話しさせていただこうと思います。えー、そして、ちょっと今後の話もさせていただこうと思います。声がね、出ないということでちょっと、 どうしようかなと思ってね、今後の活動ね、しばらくの間。ね。今ね、私、声がね、あんまり出てないんですけど、この声がね、出にくくなっちゃってる理由っていうのが、ええと、風邪とかではなくですね、えー、アレルギーがちょっときっかけで、こうなっちゃってるんです。ひどいね、アレルギーがね、連日出てしまって、 私もともとね、アレルギーが結構多いんですね、体質的に。で、結構ね、ストレスだったりとか、疲れが溜まると、アレルギーのね、ひどい、発作みたいなのがね、出る時があるんですよ。で、普段からね、毎日、こういう吸入、吸薬をね、シュッて押して、吸うやつね、あれでしょあの、吸入と、えぇ、ー、錠剤をね、 アレルギーの錠剤の薬をね、まあ、日常的に飲んでるんですけど、えっとね、それをしててもね、ひどい発作みたいなのが出るんですよね。時々なんですけどね。で、それ、その発作みたいなのが、えぇ、ー、1、2週間前から、ちょっとね、毎日のように出るようになってしまって、でね、咳が止まらなくなる。まあ、息がね、あの、こういゼーゼー言っちゃって喉が、 息がね、あんまり吸えなくなっちゃって、すごい苦しくなるっていう。まあ、そういう時はね、緊急で飲むようなね、お薬病院でいただいてるので、そういうの飲んでなんとかやり過ごすんですけども、まあ、そういうことでね、あの、連日、ひどい咳が出てしまって、で、咳をすることでね、喉をね、ひどく痛めてしまって、で、えー、そして、 今に至るっていう感じなんですけど、昨日も実は声が出てなかったんですけど、今日ね、さらにひどくなっちゃって、あのもうほとんど声がね、あの出ない感じ、昨日の方がね、声出てたなって感じだったんだけど、今日はちょっとまたひどくなっちゃってるので、あの心配だなっていう、また病院にね、あの行こうとは思ってるんですけどね。ということでですね、私は、まあアレルギーの 影響で、こうしてちょっと、声がね、ダメになってしまって今、喋れないので、ちょっと動画とか生配信がね、厳しいという、そういう状態になってます。でね、えー、っと、かろうじてね、あの、ここ最近ね、何本かあげた動画はですね、結構前に鳥食べてたものがあったので、何本かね、ちょっと、 今週とか、まあ先週ちょっとだけちょろっとは出せたんですけどね。ちょっと今ね、動画のね、ストックがなくなってしまったんですね。あの、この声がこうなっちゃってるので、なかなか動画撮れなくなっちゃって。なので今ね、動画のストックが底を尽きたということで、あの、今後の活動ね、どうしようかなと思ってしばらくの間、あの、もしね、 案外、ケロっと明日とかにね、あれ声治ったってなったら、またいつも通りの活動再開していこうと思ってるんですが、あの本当にね、昨日より今日の方が声の状態ひどくなっちゃってるので、明日とかももしかすると声がね、出ないかもしれない。だからそれでも、ちょっとやっぱり YouTube での活動はね、私にとってすごい大事なので、ま、あ どうにかして活動したいなと思ってます。なので、もし声がね、まだ明日以降も治らなかったら、ほとんど声をね、使わない、声を出さない動画を上げていこうと思ってます。なので、えー、もしね、あの、セナスケが全く喋らない動画っていうのが出ても、皆さんちょっと驚かずに、 あの、あ,あまだ声治ってないんだねってぐらいの気持ちで、あの、暖かく見ていただけると嬉しいなと思います。えっと、逆に、声が、普通にね、いつも通り出てる動画が上がったら、あ、声治ったんだよかったねっていう感じで、まあ、どっちにしろね、暖かく皆さん見守って応援していただけると嬉しいなと思います。 じゃあ、ということでね、私の体調不良の原因はですね、このアレルギーがひどく今出ちゃってるっていうところなんです。で、今後は、もしかすると声が治らなかった場合は、えー、無言のね、多分無言に近いような動画を上げて、なんとか活動していくと思いますので、皆さんそれでも応援してみていただけると嬉しいなと思います。あの、この声でね、 皆さん聞きづらい、見づらいとか、この動画あると思いますので、今回ね、この辺で終わりにさせていただこうと思います。それでは、今日もね、皆さん見てくださってありがとうございました。ではね、今回の動画この辺で終わらせていただこうと思います。それでは、皆さん、じゃあね、またねー。